チサーカス、サーカスっていうと多分みんなこう口ブランコするのとか、あのじゃあライオン出てくるんでしょとかって思うと思うんですけど、プチだと結構自由なことがいろいろできると思って、この海外ではヌーボーサーカスとかって言うんですけども、結構自分たちの練習場の延長を舞台にして、ちょっと街でやったりとか、街でそういうパフォーマンスをやったりとか、もっと自由な表現のサーカスでもうすでにされていて、で、あのザ・プチっていう、プチはフランス語でサーカスは英語になるんですけども、なので自分で作ったちょっと造語っていうか、あのフランス語と英語がちょっとごちゃ混ぜになっていて、で、あのとにかく自由で新しいことができるサーカスっていうことにしたかったんですね。それでザ・プチサーカスで、やっぱりそこだけのもの、これしかできないものっていう意味でザっていうことも付けさせていただいたんですけども、なんか表現の場所でもあると思うので、あのなかなか自由に入るのっていう場所って少ないと思うんですね。制約があったりとか、なんかこういうものを作ってくださいってお願いするされることが多いと思うんですけど、その自分が何を表現したいのかっていうのが自由にできる場所っていうものがあると、その1回あるだけで、そのちょっと自分の人生って言ったら大げさなんだけど、その自分の一面っていうのが変わってきたりすると思うから、ちょっと一回ここで自由に行ってみようみたいな感じの無理です。あの参加型のサーカスで、まあ、基本はあの劇場って舞台が主役になると思うんですけども、あの客席が主役というか、一緒に来ている人同士が笑ってたり、笑顔が一番近くに見えるものだと思うので、一緒に行った人同士が素敵だったってことが思い出に残るような、ちっちゃいサーカスっ